まずは折り紙を四角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角を中心に向けて折ります 裏返して反対側も同じように折りますこれを上から開いてこのように正方形に折り替えますこの部分を縦の筋に合わせて折ります 反対側も同じように折ります。上の三角を軽く折って開いて折り筋に合わせてひし形に折っていきます。 裏返して反対側も同じように折ります。 これで折りずるを折るときのひし形ができました。手前の1枚と反対側のこの1枚を下に向けて折ります。これを上下ひっくり返します。そして開いて右側の1枚を下に下ろします。左側の1枚も同じように下に下ろして閉じます。 この状態で今下ろした右側を根元から真横に合わせて中割り折りします。真横にに。まっすぐ来るように反対側も同じように根元から真横に向けて中割り折りです。 次にてっぺんの先っぽを一番下まで合わせて折ります。折ったらその先っぽをさらに上に合わせて折り返します。折り返したらその小さな三角を外側の紙、下の紙を 小さな三角に合わせて折り目をつけますそうしたら開いて今ついたこの下の折り筋に合わせて開きます開いて先っぽを合わせて閉じます閉じたら これを上に戻します。これを真横にして今度は頭からこの根元までを折ります折るんですがここをいっぱいまでめくっておらずに下を少しだけ残して折りますこんな感じです反対側も同じぐらいの位置で てっぺんからめくって下の根元は数ミリ残して折ります次にこの状態でこの下の紙下の部分今折ったに合わせて部分を下に合わせて折の部分を下に合わせて下の部分を上に合わせて 軽く折り目をつけます。つけたら戻します。反対側も同じように、下の紙を上の紙に合わせて折り目をつけて戻します。これをひっくり返して、表のこの1枚を今ついた折り筋で内側に折って閉じます。 反対側も、今ついた折り筋で、内側に閉じます。次に、次に、てっぺんを、このひし形の中心よりも、少し下ぐらい、これくらいの位置で、折ります。 ちょうどひし形の中心から下に2センチぐらい、両側にこの小さな角が出るぐらいの位置で折ります。それをさらに1センチ上のところで段折りします。だいたい1センチぐらい。段折りして余った上を裏側に向けて折って閉じます。 そうしたら次はこの段折りした部分の角を斜めに折って丸っこくします。次にこの両側の先っぽ、葉っぱになる部分ですが、一度内側に向けて真横に折ってそれを立てて、 このように真下にひし形に折ります折ったものをやや根元から斜め上に折りますこんな感じになります反対側もまず真横に内側に折ってそれを立てて真ん中から真下に向けて 開きますそれを斜め上に折り返しますだいたい左右のバランスを見てちょっとずれたかなこんな感じです最後にこの下の角を裏側に折って これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。ウツボットの顔は、口の頭のすぐ下に、ギョロッとした目があるだけなので、とても簡単です。こんな感じかな。黒目を 半分覗かせるぐらいに描いてこんな感じかなこれに色を塗っていきます先に目の部分を白で塗りつぶしますあとは両側の葉っぱを緑で塗ります頭のてっぺんの葉っぱも緑で塗って口元になる部分はピンクで塗りつぶします 一度閉じてバランスを見てもう一度塗ります最後に目の部分を縁取りして黒目を描きます体のまだら模様を薄い緑で描いて形を整えてこれでうつぼットの完成です